うわあ、うわあ、いや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 、よっしゃー、スペースペース、まる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 、いやいやいや、そんなにそんなにそんなに、よっしゃ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 、うわ、今のハマスタやったらホームランやったで、ハマスタやったらホームランやったで、おお、うう、嘘嘘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 嘘、フライかよ。はい、どうもメンタスコーヤとナードルマでございます。本日もね、 DNA の振り返り動画を撮っていきたいなと思っております。本日ですね、名古屋ドームとのね、3連戦が始まりまして、2位3位で A クラスに浮上するべく何としてもね、勝っていきたいという試合だったんですけども、結果を申しますと5対7ということで見事負けてしまったということになりました。いやね、中日とのゲーム差がね 0.5 ゲーム差ということでしたので、この3連戦ね、うまいことね、食らいつけばまだまだね3位を狙えるという形だったんですけども、今日負けてしまいまして 1.5 ゲーム差。まあ今日の試合はですね、若手の活躍を本当に見ることができましたので、私の中では、もちろん勝ちたかったっていうのもあるんですけども、満足感はね、高い試合だったのではないでしょうか。ということでね、いつも通り打線や投手リレーの振り返りをしていきたいなと思います。まずは打線の方から見てまいりましょう。こんな感じになっております。はいね、大島選手とね、本当に最多安打をねバチバチ繰り広げております。勝谷選手は今日は5月の2安打の1打点、山本選手が3打数の0安打、上里選手が今日はね3番リレフトで入りました。なんかエッチですよね。5月の1安打の1打点、大津選手が5月の3安打1打点ということで、今日もね、中日キラーぶりというものを発揮してくれています。外線選手が5月の1安打、柴田選手2打数の1安打1打点の1フォアボール、伊藤幸也選手がですねサードでね、スタメンで入りました。今シーズンは2回目のスタメンですねということだったんですけども、サードの守備が初めてですかね。4打数の3安打の1打点、いやね、冒頭でも大興奮してるからというのは思うんですけども、まあ、シングルヒット2本に、まあ、ハマスタから入っていましたよね。レフトへのタイムリースリーベース、いや素晴らしい打撃というものを披露してくれましたのでね、ドラフトでね新しく牧選手が入ってきますので、それに負けない活躍をぜひしていただきたいなと思います。大貫選手2打数の0安打、戸柱選手が3打数の1安打ということでした。はい、続きまして途中出場の選手を見てまいりましょう。こんな感じになっております。いやいや、森選手が2打数の1安打ということで素晴らしい活躍をしてくれましたね。前回はね全く守備機会というものは出ていなかったんですけども、いや今日はですね走る姿で得点も1得点は、出ましたし、ヒットも1本打ちました。守備機会も2回ありました。イージーのゴロを1個さばいたのと、素晴らしい木下選手の打球をね、取りました。いや、あの打球、伊藤選手ですね、伊藤選手の打球を取りました。いやいやね、あのヒット性の当たりかなというのは思いましたけども、よくあれ追いつきましたよ。本当に森選手のね、もう打って走って守れる、これを見るだけでね本当に大満足の試合ですね。はい、ロペス選手0打数の0安打の1フォアボール、中井選手が1打数の1安打でまさかの3ベースでしたね。よく走りました。伊藤光選手1打数の0安打、細川選手も1打数の0安打、音坂選手と宮本選手が、ダイソーのみ、栗山選手が守備のみの必要ということになりました。はい、最後に投手リレーの方を見ていきたいなと思います。こんな感じになっております。はい、そうですね、大貫選手がですね今日は6回投げて球数105球、被安打8、奪三振3、四球2、失点5ということで、まあ6回投げて5失点ということで、よくはないピッチングでした。まあここまでね本当に大貫選手はねロードを守っていますので、何とも言えないところがあるんですけども、今日はね、勝ちをつくことはできませんでしたので、それは残念かなというのは思います。須田選手がね回またぎでね 1.1 回を無失点でよく抑えてくれました。その後ですね、パットン選手がね 0.2 回を投げて2失点ということで、今日でパットン選手がですねヘスコバー選手を抜きまして、単独でね、57試合ということでセ・リーグの、登板数ランキング1位に躍り出てしまいました。なんといってもですね、やっぱパットン選手登板数が多すぎますね。143試合の換算で見たら72試合ぐらい投げてるペースなので、あまりにも多いですね。今の状態を見るとね明らかに疲れているので、ちょっと起用方法というのはね考えていてほしかったですよね。はい、ということで今日はメンドスカト選手を決めまして、今日の動画を終わっていきたいなと思います。今日のメンドスカト選手はですね伊藤幸也選手にね挙げていこうかなというのは思っております。本当にね、残りのシーズン、そして来シーズン楽しみにしてまいります。はい、今日はこんな感じで終わっていきましょう。ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもねこんな感じで撮っておりますので、またね見てください。明日もね絶対勝ちましょう。今日のねもう一本の動画も見てください。それではお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。
熱い思いを一振り、ギガゼロ。ハッチに夢を乗せて、さあフルスイング。かっ飛ばせ、雪や。